こんにちは、ホタルアミキッズです。今回はこの組み合わせでバッグを編んでいこうと思います。使う糸はダイソーのマクラメヤーン、ベージュを使っていきます。こちらがお手入れ方法です。こちらがラベルの表示です。こちらはセリアで購入しましたニューフラワーガーデンです。カラーナンバー28番を使っていきます。かぎ針は4号と5号を使っていきます。まずは5号を使ってマクラメヤーンでバッグの底を編んでいきます。結び目をして作り目をしていきます。今回は3の倍数プラス2目で調整していきます。鎖を23目編んできました。ここからはいつものように毎段6目ずつの増し目をしながら細編みで楕円形を編んでいきます。別動画で楕円形をゆっくり編んでいます。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。では毎段6目ずつの増し目をしてしばらく楕円を編んでいきます。毎段6目ずつの増し目をしながら16段目まで編んできました。1周138目入っています。これで横が約24センチ、縦が約14センチの大きめのサイズの底を編んできました。ここで編み終わろうと思うので、最後は鎖を1つ編んで糸を長めに引き出してカットします。キュッと引き締めておきます。糸端を編み地の中に隠していきます。とじ針を使っていきます。編み地の後ろ側で細編みの目の中に隠していきます。ある程度隠れたら余分な糸はカットしておきます。次はニューフラワーガーデンに糸を変えて編んでいきます。4号のかぎ針に持ち替えて編んでいきます。最後の編み終わりの目に針を入れて糸を引き出します。鎖1で立ち上がって根元に細編みです。糸端を巻き込みながら細編みです。最初の目にマーカーをつけておきます。一目に一つずつ細編みで一周編んでいきます。細編みで一周編んできました。マーカーをつけておいた最初の目に引き抜き編みでこの段を編み終わります。ここからネット編みで編んでいきます。まずは鎖1で立ち上がって根元に細編みです。次は鎖を5目編んでいきます。3、4、5、鎖を5目編んで1、2飛ばした次の目に細編みです。これを繰り返して1周編んでいきます。3、4、5、1、2飛ばして細編みです。1周編めたら最後のネット編み部分は鎖2つを編んで最初の細編みを編んだ目に長編みを編んで編み終わります。ネット編みの最後だけ鎖2つと長編みで編み終わっています。次はこの前段で編んだネット編み部分の中に長編みを6目編んでいきます。鎖3つで立ち上がります。マーカーをつけておきます。
往復編みで編んでいくので編み地を返します。根元に長編みを3目編んでいきます。1 2 3、鎖3つの立ち上がりも長編み1つとカウントして長編みを4目分編んであります。次の隣のネット部分には長編みを6目編んでいきます。ここから1つのネット模様に長編みを6目ずつ繰り返して編んでいきます。5を6、繰り返して1周編んでいきます。1周編んできました。最後のネット編み部分に長編みを6目編んだところです。最初のネット編み部分に長編み4目分編んであります。この中に長編みを2目編んで全部で6目分にしていきます。マーカーをつけておいた立ち上がりの目に引き抜き編みをしてこの段を編み終わります。次の段を編んでいきます。鎖2つで立ち上がって編み地を返します。前段で編んできた長編みの目をすくって長編みを6目一度で編んでいきます。この立ち上がりの鎖2目も長編みの未完成としてカウントしていきます。隣の目に針を入れて糸を引き出して長編みの未完成を1つ、糸をかけて隣の目に糸を引き出して長編みの未完成、これを全部で6目編んでいきます。5を6、立ち上がりの目と合わせて長編みの未完成全部で6目分を一度に引き抜きます。鎖を1つ編みます。キュッと引き締めてマーカーをつけておきます。長編みを6目一度で編んだらネット編みを編んでいきます。1、2、3、4、鎖を4つです。長編みを6目一度で編んで鎖でキュッと引き締めてやります。この鎖を含めて全部で鎖5目編んであります。次は長編みを編んだ隣の目から糸を引き出します。この時に糸をかけて指で押さえて隣の目に針を入れて糸を引き出して長編みの未完成を編むと編みやすいと思います。ここも同じように長編みの未完成を6目編んでいきます。3、4、5、6、これを一度に引き抜いて鎖でキュッと引き締めて2、3、4、5と鎖を編んでいきます。繰り返して1周編んでいきます。1周編んできました。最後長編みを6目一度して鎖を1つ編んだところです。鎖を 2、3 と編んでマーカーをつけておいた目に長編みを編んで
編み終わります。あとはこのネット編み段に長編みを6目編んでいく段と、長編みを6目一度してネット編みを編んでいく段、これを交互に繰り返して編んでいきます。次は長編みを6目編んでいく段なので、鎖3つで立ち上がってマーカーをつけて編み地を返します。編み始めは根元に長編みを3目です。2、3、立ち上がりの目と合わせて長編みを4つ分編んだら、次の目から長編みを6目ずつ編んでいきます。ではこの段とこの段、往復編みで側面をしばらく編んでいきます。側面を編んできました。ここからここまで今20センチちょっと編めています。長編み6目を編んでいく段と、その上を長編み6目一度で編んでいく段、この模様編みが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個編めたところです。今形がこんな感じでちょっと広がってる感じになってると思います。次はここをネット編みで何段か編んでいこうと思います。長編みを6目一度してネット編みで編んでいく段で編み終わっています。次は鎖1で立ち上がって根元に細編みです。表を見て編んでいます。鎖を5目編んで隣の親山に細編み、これを繰り返して編んでいきます。鎖を5つで隣の親山に細編みです。一周編んでいきます。一周編んできました。編み終わりはネット編みの編み方で、鎖2つと最初の細編みの目です。ここに長編みを編んで編み終わります。このネット編みの編み方で何段か編んでいきます。次の段は鎖1で立ち上がって根元に細編み、あとは今までと同じように鎖を5つ編んで隣の親山に細編みです。このネット編み段からは表を見て編み続けていきます。ネット編みを全部で4段編んできました。ここでネット編みを編み終わろうと思います。まっすぐに編んでいこうと思います。このネット編みの幅はお好きな段数で大丈夫です。鎖1で立ち上がって根元に細編みです。マーカーをつけておきます。次は鎖を3つ編んでいきます。鎖を3目編んで隣の親山に細編み、1,2,3、細編みを1つ、これを繰り返して一周編んでいきます。細編みと鎖3目を繰り返して一周編んできました。緑のマーカーで留めてあります。次は持ち手の部分を編んでいきます。バッグを半分に折ったところでピンクの印をつけました。細編みの頭に印がついています。ここから反対側の印まで、この逆三角形の小さい穴が全部で23個分ずつ片面に入ってます。この逆三角形を 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個分のところでマーカーをつけてあります。
反対側も同じように9個分のところに印をつけました。このマーカーとマーカーの間の小さい三角形は5つ入ってます。反対側も同じようについてます。半分のところの印は外します。次は持ち手の部分を編んでいくんですが、このマーカーの部分から反対側のマーカーの部分まで、これをネット編みで往復編みをしながら減らし目で編んでいきます。前段で編み終わった目は引き抜き編みでこの段を編み終えて、一度鎖を編んで糸を長めに残してカットしておきます。このマーカーをつけた部分から編み始めて、このマーカーの部分まで編んでいきます。マーカーがついていた目に針を入れます。細編みの頭に針が入ってます。ここから糸を引き出して鎖1で立ち上がって根元に細編みです。糸端を巻き込みながら細編みを1つネット編みで編んでいきます。鎖を5つ編んで隣の細編みの目に針を入れて細編みです。この最初のネット編み部分にマーカーをつけておきます。鎖を5つ編んで前段の細編みの頭に細編みを編んでいきます。反対側のマーカーがついている目まで編んでいきます。反対側のマーカーがついている部分まで編んできました。最後この部分はネット編み段の最後の編み方と同じように鎖2つと細編みの頭をすくって長編みで編み終わります。ここからここまで減らし目をしながら往復編みで編んでいきます。次の段は鎖1で立ち上がって編み地を返して根元に細編みです。細編みの頭にマーカーをつけて、あとは1,2,3,4,5鎖を5つ編んで前段の隣のお山に細編みで編んでいきます。3,4,5細編みです。マーカーをつけた部分まで編んでいきます。持ち手のネット編み部分1段目の端まで編んできました。マーカーをつけておいたネット編みのところに鎖2つとこの穴をすくって長編みを編んで編み終わります。この要領で減らし目でしばらく編んでいきます。鎖1で立ち上がって編み地を返して根元に細編み、頭にマーカーをつけて3,4,5鎖5つと細編みで編んでいきます。ネット編み段の最後は鎖2つと長編みで次の段を編んでいきます。ではしばらく編んでいきます。持ち手の部分をここから減らし目をしながら12段目まで編んできました。今このネット編みの穴が 1,2,3,4,5,6 個残ってます。こ
こからまっすぐ編んでいきます。編み方を変えて編んでいこうと思います。最後鎖2つと長編みで編み終えたら鎖3つで立ち上がります。マーカーをつけておきます。編み地を返します。前段の根元の穴に長編みを1つ編みます。次は隣のお山部分に長編みを1つと鎖を2つ、長編みを編んだ目と同じ部分にもう1つ長編みを編んでいきます。次の隣のネット部分に長編みを1つと鎖を2つ、同じ目に長編みを1つ。これを繰り返してあと2個編んでいきます。鎖3つで立ち上がって根元に長編み、次の目に長編み、鎖2つ、長編み、これを 1,2,3,4 個と編んできて最後の部分です。この目には長編みを2つ編んでいきます。鎖は編まずに長編みを2つです。この編み方を繰り返してまっすぐ編んでいきます。立ち上がりは鎖3つです。立ち上がりの目にマーカーをつけて編み地を返します。前段で編んできた長編みの頭をすくって長編みを1つ、次は長編み鎖2つ長編み、これを編んだこの穴の中に同じように長編み1つ、鎖を2つ、長編みを1つ、これを編んでいきます。長編み1つ、鎖を2つ、同じ目に長編みを1つ、あと2回編んでいきます。立ち上がりの鎖3つも長編み1つとカウントしています。長編みを2つ編んだら長編み、鎖2つ、長編みで作ったこの逆三角形を4つ編んで最後は長編み2つで編み終わります。こうやって見ると長編みが2つと前段の立ち上がりの目があって全部で3つ長編みが並んでるように見えるんですが、ここは前段の逆三角形になるのでマーカーの1個手前の目に長編みを編んで最後はマーカーをつけておいた前段の立ち上がりの目に長編みを編んで編み終わります。この編み方を繰り返して往復編みでまっすぐしばらく編んでいきます。編み方を変えて22段編んできました。持ち手を編み始めたところから34センチ編んでいます。編み方を変えた部分からは23センチあります。最後はここを減らし目で編んでいきます。鎖2つで立ち上がって編み地を返します。隣の目に長編みの未完成を編んで一度に引き抜きます。立ち上がりの目と長編みの未完成を一度に編んでいます。マーカーをつけておきます。次は前段で編んだ逆三角形の穴の中に長編みの未完成が2つ入るように編んでいきます。穴の中に長編みの未完成を2つ編んだら一度に引き抜きます。次は逆三角形を編んでいきます。長編みと鎖を2つと長編み、その次も
逆三角形を編んでいきます。次の逆三角形のところは最初と同じように長編みの未完成を穴の中に2つ編んで一度に引き抜きます。次は長編みの頭をすくって長編みの未完成、立ち上がりの鎖の目を拾って長編みの未完成、これを一度に引き抜いていきます。次の段を編んでいきます。同じように鎖2つで立ち上がって編み地を返します。次は長編みの未完成を編んだ部分です。隣の目に長編みの未完成を編んで一度に引き抜きます。前段で編んだ逆三角形の中に長編みの未完成を2つ編んで一度に引き抜きます。隣の逆三角形の部分も同じように長編みの未完成を2つ編んで一度に引き抜きます。最後は長編みの未完成を2目一度した頭に長編みの未完成とマーカーをつけておいた目に長編みの未完成を編んで、ここも一度に引き抜きます。これで編み終わろうと思うので鎖を1つ編んで長めに糸を引き出します。カットします。最後は縁をちょっと丸い感じにして編んであります。この持ち手の部分と同じように反対側のマーカーをつけておいた部分、ここも同じように編んでいきます。表を見て右のマーカーがついている部分から編み始めていきます。では同じものを編んでいきます。持ち手の部分を2本編んできました。これでほぼ完成になってきます。底の部分と側面があって、この編んできた持ち手の部分はお好きな位置で調整してこんな感じで結んで使おうかなと思います。ここまで6玉使って編んできたんですが、最後糸がこれくらい残ってます。これを使って縁を編んでいこうかなと思います。この縁をぐるっと、反対側の持ち手のところもぐるっと編んで、最後一周してここに戻ってきます。持ち手の最後の減らし目をした部分、ここを編み終えて今表を見て止まっています。このまま表を見て編んでいきます。鎖2つで立ち上がって根元に長編みの未完成を1つ編んで、これを一度に引き抜きます。編んできたサイドの部分、1段目と2段目の間に針を入れて引き抜いて編んでいこうと思います。鎖2つを編んで根元に長編みの未完成、これを一度に引き抜いて1段下がったところに入るところに引き抜いていきます。鎖2つで根元に長編みの未完成、これを一度に引き抜いて1段下に下がったところに引き抜き編みでつなげていきます。こんな感じで1段ずつ下がって編みつなげていきます。このネット編みの部分も1段ずつ編んでいきます。ぐるっと一周編んでいきます。
反対の持ち手のところまで縁編みしてきました。今持ち手の最後の段がここになります。1個手前の段を編み終えたところです。一番上の段を編んでいきます。鎖2つと根元に長編みの未完成、一度に引き抜く。これを一番上の段のサイドの部分、一段上がったところに引き抜きます。次は最後の段を長編みの未完成の目が 1,2,3,4 つ入っています。鎖を2つ編んで根元に長編みの未完成、一度に引き抜く。これを反対側の端の目のところまで持っていきます。ここでつなげて、あとはここからまた1段ずつ下がって反対のところまで編んでいきます。一周編んできました。最後は鎖を1つ編んで糸を長めに引き出してカットします。なんとか糸も足りました。この縁編みがあるとないのとじゃちょっと可愛さが全然違うので、最後まで編めてよかったです。あとは糸を隠していきます。とじ針を使って糸を編み地の中に隠していきます。完成です。側面はこんな感じの編み地になってます。中はこんな感じです。底に対してちょっと広がり気味で側面を編んできました。ちょっとバルーン型みたいな感じになってます。ギャザーが入って可愛い感じです。この上をネット編みで編んであります。ネット編みで持ち手の部分も編んで、最後ここもレースみたいな感じの編み地になっているのが可愛いです。これをお好きな位置で持ち手の部分を結んでリボンみたいにするととっても可愛いです。長さを調整できます。今回底をマクラメヤンを使って編んできたんですが、底板にぴったりな編み地になっているのでとっても使い勝手が良かったです。この目数も好きな目数に調整できるのでとてもいいと思います。とっても可愛い感じのエコバッグになりました。よかったら編んでみてください。最後までご覧くださりありがとうございます。